はい、ではこれからですね、この赤いストラットキャスターの、この部分に、スーパースイッチが、取り付けられるように座繰りを深くしようと思います。今、ピックガードの方に、スーパースイッチを取り付けています。でこの状態で、ピックガードをつけると今こういうふうに隙間が空いてしまう。座繰りがちょっと浅すぎるので、これをですね今から、穴の深さを深くしていこうと思います。でどうやるのかというとこのトリマーというね、機械を使って、掘っていきます。これはですね、ちょっと結構怖いですよ。はい、これ今、刃先が34ミリ出ている状態にしているので、まずこれでですね、テストで、掘ってみます。トリマーを使って、ここですね、ここだけ、4ミリ深く、掘りましたので、これでスーパースイッチがつけられるだけのですね深さを稼ぐことができるようになりました。このストラットキャスターの、改造の方針というかそういうものをですね、決めましたので、こんな風にしようという計画をお話しします。まずですね今、このピックガード、で説明しますと、ここにスーパースイッチついてますね。で、1番目で、フロントですね。2番目でセンター。3番目でリア。っていうシングルの音が出るっていうのは、まあ、決まりでですね。この2番目のポジションと4番目のポジションに来た時に、どんな音が出るのかと。で、今ここに250キロオームのですね、ポッドを2つ。準備してあります。でこれはこことここについて、それぞれマスターボリュームマスター等にしようと思ってるんですが、ここの穴にですね、この、これなんですけども、これはですね、3接点4回路っていうロータリースイッチです。カチャカチャと2段階動くっていうものですね。3接点というので、それを使うことによってですね、これが2番目のポジションの時、これが最初のポジションだと、この2つのピックアップのハムキャンセル、これが1段階動くと、こちら側のですね位相を、変えることで、フェーズアウトの状態を作ろうかなというふうに思ってます。で、3段階目にした時に、このピックアップとこのピックアップシングルが2つ同時になってるっていう状態の並列つなぎ、並列つなぎ2種類あってですね、一つはフェーズアウトになるっていう方向と、もう一つは、シングルが2つあるっていう考え方になるっていう、それは位相の組み合わせでなるんですけども、そういうですね3種類の音がこの、2番目のポジションで出せるようにっていう形の配線をしようと思ってます。で、それのダイアグラムをですね作りましたので、画像で指し示しますが、こういう感じですね。はい。で、まず最初にやることとしては、今までのですね、こちらのアッセンブリーから、先日取り外したこのアッセンブリーですね、を分解して、必要なものだけ取り除くということをしようと思っています。で、まあもう、こちらのパーツは、今回は使わないので、切って外してしまっても構わないんですけども、まあ、ハンダを取って、行こうと思います。はい、まずはね、ブレードスイッチ外れました。それから今度は一つ一つ外していきましょうかね。このトーンポッドにですねついているトーンは、
使えそうなら使おうかなと思います。後で外そうと思いますね。はい、今すべてのですね配線を外して、このトーンだけはね後で、取り外そうと思ってます。それと 1,2,3,4 がホットで、1,2,3,4,5,6,7 がまたアースに打ってるのね。はい、ちょっとね汚いですけど、今ミニスイッチの方は、ロータリースイッチの方はこれでできて、今ですね、ピックアップもですね、取り付けて配線した方がやりやすそうだったので、ピックアップをですね、ピックガードに戻してみました。それで今ですね、これはロータリースイッチなので、ロータリースイッチがここに入って、こういう関係性ですね。で、まずミドルピックアップのホットがこれの4番につくっていうことなので、それをまずやっちゃおうかと思いますね。はい、まずつなぎましたね。そしてこのコールドを、12番にコールドですね。ここだな、12番にコールドをつなぐと。はい、ミドルピックアップの接続が完了しましたね。フロントピックアップとリアピックアップのホットを、スーパースイッチのですね、方に接続してみました。で、これからですね、その他の接続をしていこうと思うんですが、ちょっと元々の計画と変えようと今思ったのが、アース線の関係等もあるので、ボリュームの位置をですね、通常のストラットの位置に、戻すようにちょっと考え直そうと思ってます。とりあえずね。で、となると、まずボリュームとスーパースイッチをつなぐ線っていうのをですね、配線していこうと思いますね。3が4につながってて、3が4につながって、4が2につながっていると。それから、ここまででかなりギリギリなんですが、このタイラップで止めておこうと思いますね。はい、でこいつにまずですね、アースですね、アース線をここに通しておきます。その上で今度はこっちのですね、インプットジャックの方にラインをですね、コールですね、はい、という形で、まだボディの中に収まるかどうか、はい、ボディの座繰りをですねちょっと修正して、なんとかですね、干渉しないところに落ち着かせることができました。でじゃあちょっとですね、ピックガードのネジをつけていってみようと思いますね。次にやるのはちょっとテストするためにですね、
アウトプットジャックを取り付けます。で、まあ、アースも一応取っときましょうかね。はい、イメージをつけました。では次にこちらのですね、はい、テストしてみましょう。なぜフロントが通電するか。リア、お、フロントとリアが逆になっているな。うん、ボリュームとトーンが出ますね。うん、ちゃんと効いてるな。なるほど。オッケー。フロントとリアだけ間違えているのは、ここから逆向きには付き替えられないよな。もう一回ピックガードを外します。もう一回外します。これで、フロントとリアのまずインを入れ替えるかな。ここまで行きましたね。分解していたブリッジを組み立てましょう。きれいに磨いたらブロックと固定します。まずは一辺並べてみて、高さをチェックしますね。ん？高さ全部同じだな。全部同じでしたね。現行調整がされてなかったんですね。じゃあこのままつけましょう。はい。はい、とりあえずね、ブリッジを再び組み立て直しましたので、今度はですね、ボディの方にこのブリッジを取り付けていきます。
よし、はい、ブリッジがくっつきましたね。いよいよここまで来ました。あ、そっか、一度外してしまったので、ネックをつけると、ストラップピンがつけにくくなるので、先にストラップピンつけちゃいましょうかね。じゃあネックですね。これね、よくいろんなところで紹介されてますけど、こういう大きいネジは、あの木ネジは基本的にですね、最初に反対向きに回して、そうするとカタッとあの落ちるところがあるので、そこがネジの、道の始まりというか、その合図なので、そこを見つけてから、右に回し始めるといいと思いますね。それをやらないとですね、あのネジの溝が、木の方の溝が壊れてしまうので、はい、今こちらから出てくるギリギリまで、回しましたので、ここでネックをはめて、ゆっくりですね、穴の位置が合ってることを確認しながら、ゆっくりずつ止めていこうと思います。はい。ネックがつきました。はい、だいぶギターらしく戻ってきましたね。アースをつけちゃいましょう。はい、もう一回アースを、付け直したので、まず通電の確認ですね。まずフロント。はい、ちゃんと聞いてますね。じゃあセカンドポジションでロータリースイッチを変化させるとどうなるのか。うん、はい、ちゃんと聞いてますね。大丈夫みたいです。はい、じゃあコントロールノブをつけてってみましょう。で、こちらトーンですね。数字の向きが同じような感じになるようにして、で、これもですね、はい、はい、じゃあここまでできました。今ここがボリューム、これがトーンで、ここがロータリースイッチになっている状態ですね。スプリングがだいぶ古い感じになっているのが気になるのですが、これに交換しようと思いますね。はい、今スプリングね、縦に3本取り付けました。はい、このような状態で、今日はここまでにしようと思います。